はい、えー、それでですね、あのご紹介いただきました立川です。えっ、ー、と、物理屋ですところこういうあのホモトピー論のシンポジウムということに呼んでいただいて非常に恐縮しております。それでこれからいろいろ間違ったことを申し上げるかと思いますが、あのすかさず間違ってますよと突っ込んでいただければいいかと思います。それで今日はその前半と後半に分けまして、えっ、ー、と、物理と台数トポロジーということで、あの前半は、 20世紀末ぐらいまでですね、まあ、20年ぐらい前までの話をいたしまして、それで後半は21世紀の話をしたいなと思っております。そんな感じです。それで、えっ、ー、と。 あのあそうもう一つ申し上げますのは、これ4月にですね、5月だった頭だったかな、その東大駒場の方でやりましたコロッキアムで、まあ、ほぼ同じタイトルのことをやりまして、そちらが1時間でしたの、2時間に拡充したものになっておりますので、あの大体一緒なので、そちらの参加なさった方はあの申し訳ありませんが、似たようなことになっております。それでその物理と台数トポロジーという話をいたします前に、まあ まず、もっと一般に物理と数学というふうに比較をしたいと思いますと、あの昔、ウィグナーさんがです、ね、1959年でここに論文のコピーを貼りましたが、あの数学というのは、まあ、自然科学に対して、まあ、特に物理に対して、なんか不思議なことにアンリーズナブルにエフェクティブだというふうに言っております。でこれあの、実際読んでみると、このエッセーは有名なんでありますが、 この話を準備したときに初めて本当に読みまして、これ読むと面白いのは、まあ、でしょう、高校で友達だった2人がですね、1人は実業家になって、もう1人は数学者になったとかいう話で、そうすると、久しぶりになって話をすると、これは何台って言ってあ、1人は統計をやる人になってですね。統計処理をやる人になって、これは π だよって言ったら、ビジネスマンの友達がですね、そんな円周率が、 統計に関係すするわけなないいじゃかかとと言ったったてことでですね、まあ、だから不思議な数学っていうので円周率っていうのはそもそも半径と円周の,の長さの比なわけですけれどもそれがまあガウス分布とかやりますと全然違うところに出てくるわけですね。そういう感じでその数学は数学のモチベーションでいろいろ調べられたものなんですけれどもそれが不思議にまあ物理とかですねもっと他のえ自然科学だとかいうところに不思議に使われることがある。 でとは言いますものの,あの、数学が全部一様にですね、あの物理に役に立つかというと、そういうわけではありません。でもちろんです、ね、非常に役に立つのが分かりきっている数学の分野というのもありまして、えー、例えばですね、あの微分方程式ですね、それはまあニュートンとかがそもそも物理をやるために導入したものみたいなものですから、当然有効なわけです。 まあ、あとその軍論っていうのはですねあのよ世の中の対称性というものを記述するのに非常に有効でして、まあ、非常に使われますとあと幾何、えー、学でもですね微分幾何とか言いますとそもそも一般相対論ってその,いうのはその重力ものがどうして落ちるかとかいうのを記述するアインシュタインの見つけた、えー、ものですけれどもそれをやるにはですね、まあ、ちゃんと 数学的に記述するのは微分多様体が必要かなというわけでして、そいつらはまあどう考えても役に立つわけですね。で、今日のお話は、しかし、あの、アルジェプ・ダイクトポロジーな、ダイストポロジーなわけです。で、ダイストポロジーに行く前に、その他の数学の分野をまあちょっと見回してみようかなと思いますと、あの、ダイストポロジーじゃなくて、ダイス基というのがありますね。でそれは、えー、と数学の じゃないいや物理の中ではですね原理論では非常にしばしば使われますねでもその原理論っていうのはですねあの本当の物理屋さんはあんまり物理と思っていないのでまあだから台数トポロジーじゃない大数機械があの物理に使われてるかっていうとちょっと怪しいかなという気がいたしますでもこういうふうに数学原理論の悪口を時々私言いますがあの私自身原理論屋なのでまあそういうこと言っても問題ないということになっているかと思いますであと数論というのも 数学の中で大きな分野ですけれども、まあでも、数論の深い話がですね、物理に使うかっていうと、まあ、無理に使おうとしてる人もいますが、まあ本当にそれがですね、重要かって言われると、よくわからないですね、時々使うけど。あと、その、マスイマティカルロジックって、まあ、日本語で言うと数学基礎論かと思います。数学基礎論もですね、すまあ、重要な分野だと思いますけれども、まあ、物理のところでですね、聞いてくるかというと、まあ最近、その、何でしょう、物理の問題で ZFC とですね、の 無矛盾性と何ですかが聞いてくるような問題も無理に作ることができるとかいうのがいくつか論文出ていましてですね理論物理の間で話題になったりはしてますがまあしかしですねあんまり関係ないかなという気がいたしますはいそれででえー、っとまあだから今回の目的は代数トポロジーとの関係を、えー、話をしたいなということです で大数トポロジーとあの物理の関係で、まあ、一番古いものですね。というか、あのまあ、物理で大学院生とかや、理論物理大学院生とかやると、教科書で学びますよっていうと、どういうことかがあったかというと、まあ、70 1970年代の話ですか後あとで説明いたしますがその、トポロジカルなソリトン、位相的ソリトンっていうのを記述に、えー、ホモトピー群を必要とすると。ホモトピー群と言いましても、その皆様のやってらっしゃるようなですね、あの 難しいことではありませんで、あの具体的な多様体の具体的なホモトピー群をいくつか使いましたと、そういう感じのことですね。まあ、でもそれでもソリトンの分類に役に立ったというのがありました。しかしですね、それからは、えー、っと20年ぐらいですね、あんまり新しいアルジェブライクトポロジーの応用があったかというとそうではありませんで、まあ、非常あの90年代終わりぐらいに D ブレーン、原理論における D ブレーンというものを調べるために、 あの経営理論が使われたというのがまあ次の現れかなと思います。そうなんですけれども、えー、っともっとですね最近になりまして、最近といってもまあこの10年ぐらいですから、あの学生さんがもし聞いてらっしゃると10年って最近じゃないかもしれませんが、まあ、私ぐらいやっておりますと10年って最近なんですけれども、最近になりますと、あのもっとですね、ダイストポロジーを使う機会が増えてきたなという気がいたします。だからその 原理論とかいうようなですね現実とあんまり関係ないことをやってる人だけじゃなくてもっとそのメインストリームに近いような理論物理の人も、えー、大数トポロジー使うようになってきたかなと思います。で、それでここにですねご紹介したいのは YouTube にあってチャンネルなんですけど、あのー、京都のですね院生さんがなさっている方でやつですけどこの物理で使う数学チャンネルっていうのがありまして物理で使う数学チャンネルって名前だけ見るとどんなこと載ってるのかなとまあ一瞬思うわけですが。 これ見てみるとですね、ななアダムズ・スペクトル系列入門だったりですね、物理屋のためのフラッグ多様体のコホモロジグの計算とかですね、まあ、トポロジーとカルセッゼン、トポロジーと物理とか、経営理論とかになってまして、まあ、こういうふうにですね、えー、理論物理の陰性でもあのアダムズ・スペクトル系列を勉強する時代になったというのが最近かなということです。でなんでこういうことになったのかというのをのあのご説明したいというのが、今日のこの 二コマのですねあの講演でしたいことです、はい、ですまだ、あ、いいいたくつかトピックありましてそのいろいろまあ主だった応用を大ッとポロシーの物理で理論物理での応用をまああげましょうということでしてそれを順々に見ていくというまあただそれだけの講演ですけれどもまずですねさっきも言いましたが最初の応用っていうのは えっとですね、具体的なホモトピーグのいくつかがそのトポロジカルソリトンというのを調べるのにとっても便利だったという話があります。これだと数学では1930年代の話が、物理の本では70年代に使いましたよという感じですね。でその次に、えー、っと80年代の物理で非常に重要だったですね整数量子ホール効果、インテジャーコンタムホールエフェクトというのがありまして、これの理解にですね、チャン類が 使われたとチャーン類と言いましても C1 だけですので、まあ、CN とか全部使わないのであんまチャーン類使ってるかって言ってよくないんですが、まあ、C1 は非常に弱く使ったと。で,、まあ、ですからそれを1940年代に導入されたというのがいいのかどうかよく分かりませんが、まあ、チャーン類全体は1940年代みたいな感じですね。でその次にあったのがあの、まあ、さっきも申しましたあの原料に出てくる D ブレーンというのが K セオリーで書けると。 いうのでこれは、まあえー、1960年代に数学では導入されたのが、物理の方では2000年のちょっと前なんですね。ですから、この前半の方に含めてあります。というぐらいですかね。というのを、この3つの話をしようというのが前半の目的です。それで、ね、後半の2コマ目になりますと、あのどういう話をするかといいますと、2010年前後から。 の話でして、この最近というか10年ぐらい物性物理の方で、えー、重要になってきているこの SPT フェーズシンメトリープロテクテッドトポロジカルフェーズとかいうものがあるんですがそれの分類っていうのにそのいろいろ一般個ホモロジー理論が出てくると一般個ホモロジー理論の中でも最終的にあのボルディズムホモロジーのなんかアンダーソン相対っていうのが出てくるっていうので、えー、が出てくるんだなという話がありました という話がありまして、最後に、でそこまでは私自身がやっている話ではあんまりないんですが、お,おしまいに、えー、数学の方ではまあ2000年ぐらいにできてきた話で、物理の方ではちょうど今年、去,去年ぐらいからまあ私とか、他数人がやっております、TMF っていうなんか一般小本の理論があるんですけども、それと二次元の超対称場の理論の関係となりまして、それをお話ししたいかなと思います。というわけで、これ見ていただくとですね、まあ、 いつもですここ40年下がありましてここも40年下がありましてここも40年下がありましてまあここなんか50年20年でまああんまり追いついてないんですけれどもそのス数トポロジーの方でいろいろなさってくださっている話を時々ですねあの楽しく使わせていただきながらこちらもやっておりますよということでしてまあですからあのまた何か皆さんがあの今回なさって 最近なさっているようなことも将来使わせていただければなと思ってやっておる次第です。はいはい、というわけで、ここまでがあの非常に大雑把なあ全体の流れでしたけれども、ご質問とかありますでしょうかだ大丈夫でしょうか何でもどうぞよ。よろしいでしょうかじゃあ、まずその最初のトポロジカルソリトンという話をいたしましょう。1970年代なんですけど。 でその前にですね、一番最初の話として、もっともっとも戻りまして、1931年までいきましょう。その時は何がありましたかと言いますと、あの数学の方でホップさんが、まあ、ホップファイブレーションを発見したというか、まあ、い,い,いうことでして、ダイストポロジーの皆さんに、えー、説明する必要はないでしょうから、あの言います。 細かい知識は説明しませんが、S3 から S2 への写像で、まあ、ノントリベルなやつがあるとでです、ね。非常にノントリベルなやつがあって、でまあ、特に簡単のため、S3 が S2 の上の S1 バンドルになるようなやつがありますね。まあ、そ,うそういう写像、写絵になっていると限らないですけど、まあ、そういうやつがあると。そういうふうにし見ますと、特に、えー、ファーストチャーンクラスの積分、えー、が1であるような、まあ、そういう S1 バンドルになってますねと。 というのがホップさんが見つけたわけでした。これは1931年です。で、面白いことにですね、ちょうど同い年に、えー、物理偉い物理家であった、まあ、ディラックっていう人が、まあ、量子力学の建設者の一人ですが、と同じ年に次のような重要な論文を書いてまして、それで何を言ったかっていうと、えー、磁気単極子、マグネティックモノポールというのがあると、それの直っていうのは、なんか一定の。 数数の整数倍であるよとといいうことを言いましたで、まあ、皆さんその磁石って小学校とかで習うわけですけど必ず N 極と S 極があっては、ね、分けられないというわけですがその理論的には N 極だけのものを考えてもいいですね。でこの時に N 極だけっていうのを考えた時に N 極のから出てくる磁場の時速、まあの本数ですねそれが必ず適切な単位を取ると整数になると。 いうことなんですけれども、彼の議論は、あの言論文を当たってみますと、非常にモダンでして、あの言葉はこうではありませんが、やっていることはそこ以下のようなことです。何かといいますと、電子っていうのがありますね、世の中。電子っていうのは、あの量子力学的に扱わないといけませんで、そうしますと、その電子の波動関数っていうのは、単に空間の上の関数じゃなくて、空間の上の、えー、とひ,ひじめな ラインバンドルのセクションであっていいと。だからラインバンドルは何かあるんですね。で、物理ではラインバンドルとか考えますと、必ずそれの接続を必要としまして、そうすだから U1 接続がついてきますと。U1 接続のカーベチャーを考えますが、それが電磁場であるとその。こうやってズームでですね、皆様とお話できているのも、あの全部電気が、電磁波が効いてるわけですけれども。 それは全部ですね、この世のにですね、が実は時空だけじゃなくて、その上にラインバンドがありまして、それに接続がありまして、それのせ、あのー、極律なわけですね。で、磁場っていうのは極、まあ、それ、磁場の,のうちの磁場っていうのはまさにその極律そのものです。そうすると、その極律をその磁場の実家の周りの S2、球面で積分しますと、 適切な単位を取ってあればそれはちゃんクラスの積分になりますので整数ですよと、まあ、そういうことを言ったわけです。でこれがだからホップの論文と同じ年に出てるっていうのは非常に面白いことだと思います。はい、それでさあその後数学ではどういうふうにホップの観察があの拡張されましたかといいますと、まあ、30年代から40年代のように特性理が出ましてで40年代にはコホ,ホモロジーが 合理化されて同じ頃その群コホモロジーがいろいろ研究されてそうこうしているうちに50年代にはまあボルディズムまで導入されますしもちろんいろんなスペクトルシークエンスで計算方法も編み出されますしまあ60年代になるともう経理論も出てくるまあじゃんじゃん進むんですね。 なんですでもちろんその間物理も止まってはいませんでいろいろ研究は進むんですけれどもあんまり大数トポロジーを使うようなあの理論物理の研究はなされなかったようです。はい、で70年代になってようやくですねあの具体的なトホモトピー群が、えー、トポロジカルソリトンというものの研究に役に立つよということが分かりましてそれが 最初の応用かなと思います。まデ、あ、ィラックのあれを除けば。じゃあソリトンって何でしょうっていうことなんですけど、ソリトンっていうのはソリタリーっていう、まあここ,こ、孤立した波のことです。で、それがステーブルあ、壊れないですね。で、えー、2種類大き,大きく分けられまして、まあ、トポロジカルなソリトンっていうのと、まあ非トポロジノントポロジカルなソリトンっていうのがありまして、今日はまあ、 数トポロジカルな話をしますあの。ノントポロジカルなソリトンの方も数学のいろんな分野と関係ありまして、KDV エクエーションとかまあその、そのあたりはソリトンの研究から始まりましたので、風、まあ、化積文系とか、まあ、日本の数学で言えば無限化石文系とかいう方で、物理との関係はそっちの方が長,長かったりするわけですが、そっちは今日は話しませんので、トポロジカルソリトンの話をいたしましょう。で えー、一番簡単なケースは何を考えますかっていうとまず R3 って3次元空間ですねこのような空間だと思ってくださいそれで,、えー、で各点から、えー、3次元球面へのマップがあると思ってくださいで3次元球面このようなものを、まあ、だから3次元球面に値を取る場というファイというわけですが、まあ、こういうのが世の中にまあ,あってもいいと思われていますで まあいろんな範囲を考えることができますが、一番安直なものとしては、R3 全部を S3 の方の1点に移しますね。そういうのを考えてもいいです。で、その次にもうちょっと複雑な、えー、範囲としては、この周り、下の周りを適当にふらふらふらと揺れているような状況を考えることができますでそれを量子化しますと、あのパイオンと呼ばれる湯川、まあ、さんがですね、3つ。 結果とか言うと、ちょっと今、歴史公平はありますけれども、まあ、見つけた、中間子というのを表すことができるということが知られています。で、それはいいんですが、別にですね、この R3 全部を1点に移す必要はないですね。もっとノントリビアルなことをやってみようと思うんですが、その物理では、R3 ってこの世全部ですけど、この世全部でですね、遠いところまで ものすごいですねコンスタントマップじゃないような荒々しいことをしますと、まあ、ちょっとエネルギーが高すぎて、ですねそんなものは現実では作れないんですね。そうしますと、現実的には何が起こるかっていうと、空間の大部分はやっぱり一点に移っているんだけど、その局所的になんかこの辺に、局所的に値が一点、この選んだ一点じゃなくて、他のところに点に行っていると、まあ、そういうような状況を考えるのがまあ普通かなということになります。 そうしますと、実質上、これは、こっちを一点、外の1点を同一視しまして、R3 の代わりに S3 から S3 へのまあ写像が与えられるということに思うことができます。で、これは、まあ、その、皆さんはよくご存知のように、π3S3 の Z で分類されるわけです。で、えー、とスカームさんっていうのが60年代に、だか70年代でちょっと前ですけど、スカームさんっていうのは、これを、こういうのですね、まあ、 モトグン Z の中の位置に相当するやつ、ジェネレーターに相当するものがあのプロトンえ、陽子ですねその。陽子って何だったかっ水素原子とかありましたけども、それから電子を引っこ抜いた真ん中の原子核は陽子だけでできてると思ってるわけですがこれを陽子と同定しようということを提唱しました。でこれってですね、あの陽子が、えー、ずっと壊れてないわけですけども、陽子ってずっと放っておいても。 壊れないんですすすけどここれの理由を説明することができますねなかっていうとその巻き付き数ですかあホモトピー群の中での値っていうのは整数ですからあの連続的に変化できませんのでまあなかなか壊れにくいかなという理由になりますでィスカームさんがこのような話を言いましてでこれを使ってですねいろいろ実験的にな データと合わせるということもいろいろできるんですけれども、まあ、最近の観点からは一番良いモデルとはまあ言えません。しかし、えー、その後重要になったトポロジカルソリトンという概念の一番最初の例であったのはまあ事実だと思います。で、このケースを、提唱者の名前を取ってスカーミオンって言います。なんとかイオンっていうと、粒子ってことになります、ね、スカームさんの提唱した粒子ってことでスカーミオンと呼ぶことになっています。であの スキ,ルスキルミオンとか書いてることあるんですけども、か彼は多分イギリス人であの、スカームっていうものが正しいので、スカーミオンだと思います。はいでえー、と前半はこの調子であの非常に簡単なダイソルトポロジーの話に終始しますので、あのまあ、そ,そんな感じなんですけどで、もうちょっと大きなクラスのうトポロジーから添えたので、次のようなものもあります。でえっ、ー、とですね いろいろこれから場が出てくるんですがで、物理的な K っていうのは対称性っていうのを持ってることがありまして、大きな対称性 G を持ってることがありますね。で、対称性 G があるって数学的にどういうことかって言いますと、あのー、軸にですね、まあ、コネクション、接続付きの G バンドルがついてますよっていうことになります。なんですけど、その、 さっきエネルギーの問題がとか言いましたがその、勝手な G バンドルだったらすごいエネルギー高くてちょっとやっていないなっていう場合も物理ではあります。で、そうじゃなくて、あの設定によっては勝手な G バンドルじゃなくて、それが、えっと、局,局所的には H バンドルにですね、えー、構造群がですね、リデュースされてないとエネルギー高くて構わないか、かなわないっていう状況があります。そういうのは、えー、物理では、えー、対称性 G が その部分群 H に自発的に破れていると言います。はい、なんですけどで、そういう場合にですね、どういうコンフィギュレーションを考えるかと言いますと、だから空間の大部分では H バンドルになってないといけないんですね。なんだけど、空間の一部では G バンドルになっててよろしい、まあそういうことになります。そうすると、まあ、これをですね、大小トポロシの皆様の前で説明するのに気が引けるのですが、どうやって分離されるかと言いますと、まあ、単に周りが RN ですから、そのまあ、この辺の赤道でばばっと切ってやりまして、 それで上下を G バンドルをどういう変換関数で合わせるかということを考えるわけです。そうすると中ら辺では G で変換してて、外では H で変換してますよということですから、えっと、全体の空間の次元が N 次元だったら N-1 次元の RN-1 で、なんか中の部分は G に移ってるけど、外の部分は H に移ってるよということでして。 でまあ、どういうこれをどうモデル化するかというと、その n-1 次元円盤から ga のマップがあって、それの円盤の、まあ、ここ、周りをです、ね、潰してしまいましてあの、表面の球面だと思いまして、球面のところは h に似っているというような状況を分類したいなということになります。まあ、ですから相対方もと b とか使ってもいいんですけど、まあ、安直に g over h っていう小空間を考えまして、それの πn-1、えー、を考えましょう。 いいうふうううふに分類しましままょうということこができますそうすると、えー、こういうコンフィギュレーションでの,あのソリトンが分かるわけです。それで、例えばですね、トポロジカルソリトン、こうあ、まあ、それ俺今申しましたね。はい、でで例をいろいろ申し上げますと、あの超伝導という現象がありますね。何か申しませんが、<laughs> さっき言いましたように、えー、と電磁波があるとっていうのは G。 1> 1対称性があるということなんですねで。超伝導体って何が起こっているかというと、U1 っていうのが超伝導体の不思議な性質によって、その部分群のプラスマイナス1に破れているという、Z2 に破れているという状況です。だから外は U1、あじゃない、外は Z2 バンドルなんだけど、中は U1 バンドルだよということでして、でこれのソリトンはのどう分類されるかというと、さっきの公式に当てはめました π1 の U1 オーバープラスマイナス1、まあ、これも U1 ですけど、 だから Z になりますねでこれはまあちょっと先の話を巻き戻しますと結局この D2、二次元円盤上で、えー、磁場を F÷2π を積分しますとチャンクラスを積分すると、まあ、N÷2 になっていると2分,2分の N になってますよとかいう状況でしてで、まあ、ここの2になっているのがどこから来たかというとここの割,割っているのが Z2 であるということでしてここは例えば Zk で割りますとここが N÷k になるんですね。でこの2で ここに分母に2があるとかいうのがまあ物理的には重要でして、これは超伝導体の中ではクーパーペアって言って、電子と電子がまあなんか引き寄せ合ってペアになったものがんまあなんか凝縮しているとかいう物理的描像がありまして、それがなんか3つくっついて凝縮してるんじゃなくて、2つくっついて凝縮してるという選定で,でここが2になってるとかもあるんですが、こういうところも実験的に確認されてます。で、こういうのがえと57年にえと物,物,物性の方で導入されて、まあ 高エネルギーの方でも70年代にまあ再発見されたとかなので分野によって同じものをアブリコソフボルテックスとかニールセンオルセンボルテックスとか言いますけどそういうものです。でこれあの最近は本当に電子顕微鏡でですね、えー、測定されてますのでこれはだからさっきの渦糸と,とボルテックスがい,いっぱいあるのが、まあ綺麗に写真に撮れてるとなのでこれは5年ぐらい前の、ねえー、論文から借用してまいりましたが、まあ、こういうのは見えるようになっている。 という話ですね、えーとまあ、似たような例がいろいろありますけれどもあの例えば G を U1 じゃなくて SU2 にしてその代わりに H を U1 にしますね部分そうすると3次元空間の中にどういうソリトンがありますかとか言いますとさっきの公式から π2 で大きな群が SU2 で小さな群が U1 ですから結局これは S3 を S1 で割って S2 になりますから π2S でこれも Z で分類されると。 これはですね、トフーフとポリアコフのモノポールって言いまして、まあ、そのディラックが言ったモノポールをさらにもうちょっとリアリスティックにしたものだと思ってくださればいいかと思います。これに、えっ、ー、と、イグザンプル3で、でどんなのがあるかというと、あと超伝導じゃなくて超流動とかいうのも それはまあヘリウムとか取っても冷やしますと、なんかすごいサラサラ流れるっていうの現象なんですけど、普通のヘリウムはヘリウム4っていうやつなんですが、ヘリウム3っていうのはもうちょっと変なやつで、これはお高いやつですね。非常にお高いやつなんですけど、それをすっごい冷やすと、なんか不思議なことが起こるんですが、そうなると、どういうソリトンがあるかっていうのは、これはまたなんかちょっと変ですね。なんでこうなるかというのは説明しませんが、大きな群は S をかける S をかける。 SO3×SO3×U1 で、これがですね、どういう状況を考えるかっていうと、SO3 は C3 に自然に作用しますね。もちろん R3 に作用するのがもっと自然ですけど、複雑化しても。だこっちに作用する SO3 とこっちに作用する SO3 があって、でこの U1 はこのテンソル積にスカラーバイで作用する。そういう状況を考えます。で、H の方はどういうのを考えるかっていうと、えー、とこの中の C3×C3 の中で、例えば E1、E23 っていうのを えっと、規定ベクトルとして、まあ、E1 を取ってきて、こっちは E2+,E3 とか取っていますね。それのスタビライザーを取ってきたのが H になまあこういう状況になってるらしくて。だから別にこれは数学的に自然化とか言うと多分そんなことは全然ないんですけど、世の中こうなってると。世の中ていうか、あのヘリム酸っていうのを。 小流度にして、まあ、特にそれも A, A フェーズと A 層、B 層とか、A、いろいろあるんですけど、その中の一番トポロしかに面白い A 層とかいうところに行くと、こういうことになってます。そうすると、この G÷HH っていうですね、あの小空間はですね、いろいろなかなか複雑なトポロしを持っていまして、その π1 ですか、あの基本群は Z4、Z÷4Z だと。だとえー、であの もあと、モノポールに、π2 の方は z だとで。さらにですね、この z÷4z が,が z にひじめに作用します。どう作用するかというと、z÷4z を,を z にリデュースしておいて、それがこの z のひっくり返す z にマイナス1倍するのう作用する。そういう,ふうにややこしい状況になってまして、でそういう状況を調べたのは、このボロビック・ミネーフとか今、当時ソビエトですか、の物理屋さんなわけです。というわけであの、これで分かったかと思いますけれども、当時の応用っていうのは、 別にそのソリトンの解析するのにホモトピー論のですね、なんか一般論がいるとかそういうことでは全然ありませんで、具体的な対応体の具体的なトポロジーを考えて、えー、具体的なホモトピー群を考えて、それがですね、どういう実験系やですね、まあ、理論的な系のソリトンに対応するかというのが一個一個対応表があるみたいな、そういう話です。でだから一個一個のものについて名前がついてるんですよ。トフフとポリアゴモノポールだったり、単にパイワン U1 が Z であるっていうのに関しても、アベリクソフ・ボルテックスが名前がついてとかですから、ですから当時ですね、こういう状況を気づいた数学者の方がいればですね、適当にあの実験で出てきた多様体のホモトピー群を計算するだけで、論文書いて名前もずっと残ったと、そういういい時代だったわけです。よろしいでしょうか。で、さらにちょっとだけ違う話をしますと、インスタントン インスタントンっていうのはちょっとだけ違うとポロジカルストイトンでしてそれの説明をしますとあの、まあ、ソ,ソリュ素粒子論にはですね、まあ、いろんな力があって例えば強い力とか弱い力とかがありましてそれはですねそれぞれ SU3 とか SU2 とか、まあ、SU2 ってさっきのとフフとポリアゴフモノポールで出てきたときの一緒なんですけどでさっきも申しましたがだからこの世の R3 っていうか時間も含めますと R4 なんですけどそこには SU3 バンドルとか SU2 バンドルで が生えてるわけですねですから本当、我々生きているわけですけど、この辺に SU3 バンドルとか SU2 バンドルがいつもいて、我々それでできているということなんですけども。で、えーとまあ、チャーンベイユ理論とか使いまして、SUN バンドルの,あのセカンドチャーンクラス検査しますと、まあ、もちろんトレースの FR2π の事情とかなっているわけですね。で、軸の R4 の上のル SUN バンドルで,、えーっとですね、このチャーンベイユレプリゼンタティブです、ね、の値がこの辺だけなんかノントリビアルで、他はほとんどゼロと。なこの辺だけ非ゼロで、この辺でほとんどゼロとか、そういう状況がありまして、こういうのをインスタントンというなんでこれをインスタントンといいかと言いますと、そのソリトンっていうのはさっきはすその空間方向の中の 1>, 1点だけにあったんですけども、これは空間方向に局在しているだけじゃなくて、スペース方向に局在しているだけじゃなくて、時間方向にも局在しています。ですから、インスタントって時間のことなんですけど、インスタントの方向にも局在しているので、インスタントンといって名前がついたわけです。で、こういうのも、この回は75年に見つかりました。まあ、でも、数学的には、まあ、なんですかね。 C2 が非自めな SUN バンドルなだけなんですけども、まあ、だけなんですけど、まあ、物理では具体的にどういうコネクションかっていうのを書く必要がありまして、そういう場合では、えっと、極率ですね、カーペチャー F に F はそのホ o d g e つけてマイナスつけたのと一緒ですよという条件を課すくのが自然でして、これをえアンチセルフデュアルとか、反相対方程式と言います。で、反相対方程式をかけた上で、 あのさっき言いましたインスタントンがどんなものがありますかとかいうのは、えー、70年代のおしまいぐらいに、まあ、ADHM、アティア・ドリンフェルト1万人という人たちが、こっちらは代数幾何の方法ですね、まあ、使って調べたということがありまして、さらに R4 じゃなくてあの、一般の4次元多様体、微分多様体上でこれを考えると、いろいろ深い情報、多様体の、深い情報が取り出せるとかいうのを言い始めたのが、えー、80年代ちょっとあのドナルドそンの結果だったわけ。 だったわけです、まあ、しかしこの話はあんまりダイストポロジーと関係ありませんね。まあ、とにかくこの最初のところで言いたかったのは、いろんな多様体を考えると、のトポロジーが、ああのホモトピー群の最初の方が、あの物理に出てくるソリトンというものと対応していることが時々ありまして、それがいろいろあの役に立ちました、我々にとって役に立ちましたということです。でこのあたりの話は教科書にも書いてあるあのわ。教科書に書いてあるとどういうこと、まあ、私が 非常にに勝手に私の観点で言っ,て言ってしまうわけですけど、私が学生、院生だった20年ぐらい前ですか、20年弱前にの教科書にはこんな普通に載っていると、物理の本の教科書に載っているという話でした。はい。それで,でもうちょっと話を進めまして、80年代ぐらいの話にしましょう。で、これは物理の話で また高校生に戻った気持ちで聞いていただければいいのですが、高校で習うのか何だか忘れましたけど、なんか物体がありまして、金属がありまして、電圧かけますね。で、V が電圧で、I が電流だとすると、V と I はまあ比例すると。比例定数のことを抵抗というわけですが、ちょっと普通、V は IR って覚えてるかもしれませんけど、逆に書いて、I はシグマ V と書いてもよくて、このシグマは電動率っていうやつ。 なんですけど、二次元的なものだと、もっと変なことが起こり得まして、電圧をかけた方向と直行する方向に電気が流れる、電流が流れるという非常にアホなことが起こることがありますで、これをホール効果といいまして、でこれの係数のことをホール電動と言いますね、シグマ H。それで80年代、 初めですね、ちょうどこのフォンクリッツィングさんたちが見つけた、まあ、びっくりした結果っていうの,の実験データを取ってきたんですけど、これは何でしょうというのを説明するのは難しいのですが、こっちは、下の方は普通の電動度ですね。で、普通の電動度がここはゼロになっている。普通の電動度がゼロになっているときに、 その何か、こっちはそのホール電動度という変なやつですね、直行にして流れる方なんですけど、これが一定の値を取っているということでして、実験結果でして、これはどういうことかといいますと、まあ、もう一回言いますと、だから普通の電動度が、だから普通に流そうとしても全然電気が流れないような状況なんですね。そうなんですけど、そこでは普通には流れないんだけど、電圧かけた方向と直行する方向に電気が流れると。その係数がなんとですね、 えと電子の電荷の2乗をプランク定数で割ったものの整数倍になると,ということが実験的に発見されました。これは非常にみんなびっくりだったそうです、はいで。これは整数量子ホール効果っていうんですけども、まあ、これは本当にですね、非常に精密にこうなることが実験的にも理論的に分かってますので、最近ではですねもはやこの現象を利用して、えー、E 字乗割る h の値を定めていると。 いう状況になってます、実験的には。はい、で、なぜです、ね、物理量が整数になるんでしょうというのは気になるところですねで。それをいろんな方法で理解することができるんですが、あの物理においてもいろんな方法があります。で微視的な観点もあれば、虚視的な観点もできます。 で両方とも申し上げようかと思いますが、まあ、時間的にどうかという気もするけど、えー、マイクロスコピックな理解って何でしょうっていうことなんですが、マイクロスコピックな理解というのは量子力学を使いますね。量子力学においてはどういうことだったかというと、皆さん、物理忘れてましたよという方もいるかもしれませんが、あのー、基本的に状態っていうのは、この世の状態っていうのはヒルベルト空間の件ですよと。 そこにハミルトニアンと呼ばれる自己協約、まあ、エルミート行列ですね、無限次元版が作用してて、それの対角化したらなんかいろいろ分かると、まあ、そういう話なわけです。それで今、二次元空間なんですね。二次元的な物質考えまして、非常に微視的には原子がこう縦横に並んでますね。ですから、原子を横に1ステップずらすという操作と縦に1ステップずらすという操作がありまして、それが対称性になってます。 これは量子力学ではどういうことかというと、この Z2 ですね、が H にヒ広ベル空間に作用しますよということになります。そうすると、H をこの Z2 の表現で分解することができます。の規約表現に分解しますね。で、Z2 の表現っていうのは、Z2 から U1 へのホームの全体で、これは二次元トーラスになりますね。そうすると、二次元トーラスで、 えとヒルベルト空間が直積分に分解できるってことになりまして、どういうこと別の言い方をすると、もともと考えていたヒルベルト空間 H っていうのは、<laughs> T2 上の自明なバンドルですね。H プライムとは何かもう一個ヒルベルト空間とってこれの T2 上のセクションになっていると。まあ、結局 T2 から H プライムのマップになっていてで、元のハミルトニア H っていうのは、その T2 の各点 P において、この H プライムに。 あのセルフアジョイントオペレーターが作用して、まあこういう特殊な特定の形をしてますよっていうのは2次元系から来てるんですよっていうことになるわけです。はいだで。だから、セルフアジョイントオペレーターの属があるわけですね、えー。そういうことを考えると、なんか出て、トポロジカルなものが出てきそうだっていうのはダイソートポロジカルの方は分かると思いますがで、例えばどういうことをするかというと、今、その、 普通の電気が流れないってことはどういうことに対応しているかっていうとこちょっと物理的には嘘が混じってますがまあ数学の方に伝わるようにどんな雰囲気かということだけ言いますとまあ大体ですねこの各点 T2 の各点で定まっているセルファジョイントオペレーターの,その固有値の一番低いところですねそれがアイソレーテッドで縮小を持たないとあのマルティプシティが01だというようなことでしてそうしますと各 次元、各点 P で、T2 上の各点 P で、H' っていうヒルベルト空間の中の一次元部分空間が決まりますよということになります。そうすると、そこだけ取り出してきますと、T2 上のラインバンドルがあるということですね。だから、自明なバンドルからと無限、自命な無限次元バンドルのサブバンドルとして、非自明なラインバンドルを取り出しましたということができます。はい、そうするとです、ね、ここからは物理の計算がややこしいんですが、 なんとさっきから言いました、その整数ですね。整数っていうのがちょうどこのラインバンドルの,あのチャンクラスを T2 で積分したものになっているということが知られておりまして、それを初めて見つけたのが、まあ、1982年の,このサウルス・コウモト・ナイティンゲール・デン・ニースっていうやつですね。というわけで、チャン類が二次元形だから Z2 っていうのが格子のさ平をずらす対称性がありまして、それのキャラクターに ががすすのがですねでその上のひじめなラインバンドルがあって、それのチャンクラス、ファーストチャンクラスの積分になっていると。だからせ整数なんですよっていうふうな理解をしたんです。それが1982年のこの論文です。まあなかなか立派な結果だと思います。さらに、えー、っとですね、もっとですね、マクロスコピックな考え方もできます。これはですね、 さっきはです、ね、物質を細かく細かくしてから量子力学でやったんですけど物理でもっとナンセンスなやり方として物質がとっても大きいこと考えまんですね。この世宇宙全部あるじゃないですか。で今2次元系だからその空間2次元なんですけど時間1次元合計3次元でなんかひじな3次元対応体になっているとします。その3次元対応体の中全部をあのさっき言った、えー、物質が占めているとしますね。だから我々とか住んでないわけですけど、まあ、そういう時期 非常に抽象的な理想化された系を考えますそうすると、えー、とさっきから言ってますね電磁場とかいうのは電気、電気っていうのは全部 U1、ラインバンドルの話ですので、3次元多様体にはどういうことか、それだけじゃなくて U1 バンドルと、さらにです、ね、接続がついてきてるといす。で、でそのさっきから言っているインテージャーコンタムホールエフェクト系っていうのは、あのギャップでがあると。 電気が流れないような系では、まあ、物理をやりますと何が分かるかっていうとそういう系においては分配関数パーティションファンクションと呼ばれるものがあってそれは値を U1 に取りますですからこういう系を考えるっていうのは一般に3次元対応体とその上のコネクション付き U1 バンドルを考えると U1 という値が出るよと、まあ、そういうものなんですね で、今 U1 バンドルがトポロジカルに締めない場合考えましょう。そうすると、コネクションって単にワンフォームです。で、物理の公式をその状況に適用しますと、あのー、このホール電動度の整数であるところっていうのは、分配関数のどういう形になるかっていうの知られていまして、えー、とちょうど、ある3次元タイと M とワンフォーム A に対して、その値がエクスポネンシャルの i <laughs> 倍,倍の n ル4 π の M で積分することの ADA っていうふうになってますとそこに普通の物理の統計物理とかで習う久保両郷先生の見つけた久保公式というのを使うとここの値がここの係数と一致してますよってことは標準的な計算をすれば分かります。これはダイソートポロジーと何もわからないけれども物理よく分かってるっていう学生さんなら <laughs> 計算できる話なわけです。でこれは物理のじゃない 数学の方、むしろこれ、チャーン・サイモンズ形式とか言って知ってるものかもしれませんね。なんでここじゃあ、ここがなんで整数なんだっていう問題になります。これは数理物理的にどうやって理解できるかっていうと、のの ADA っていうのは A がワンフォームだったらいいんですけども、一般のコネクションはワンフォームではありませんので、その時にもうこの式が意味を持つようにしようと思うと、この入が、えー、整数じゃないといけないよということになるわけです。どういうことかといいますと、 まずですね、ADA の積分ですね。ADA の積分を、えー、M3、3次元の M3 をバウンダリーに持つような4次元対応体と取ってきまして、えー、とそこに U1 バンドルも勝手に適当に延長します。これはボルディズムの計算からそういうふうに延長できることが保証されていますので、延長しておいてやると、まあ、ストークスの定理から ADA をここで積分したものはあの F, F をここで積分したものと一緒 F っていうのは A の外微分で、まあ、 カーベチャーですね。だからカーベチャー2乗を積分したものになってるわけです。そうすると、カーベでチャーンベイユ構成を使いまして C1 に読み替えますと、W4 で C1 の2乗を積分したやつのこういうものになってる。そうすると、ここまできますと、L が、ラインバンドルがひじ明でもこの式は意味を持ちますね。その代わり、W4 っていうのはあくまで今この式の変形で導入した あの非物理的なものですからあの実際の物理的な状況ですとこの W4 に値は値が W4 の取り方には答えはよってほしくはないです。そうするとどうやって W4 に言らないことを示ようかって思いまして。た 1>, 1つのチョイス W4 ともう1つのチョイス W4 プライムという場合を考えまして、この場合の比を考えます。この場合、2つの定義の比を考えると、片方の値をもう片方の値で割ってやりますと、こっちの分母の方を上の方に持ってくる代わりに、オリエンテーションをひっくり返すことができますね。そしとオリエンテーションをひっくり返したところでこうつなげてやりますと、結局、平対応対上で C1 事情を積分したときに、 これが1だったら、W4 に依存しないで値が決まっているということになるわけです。ですから、この式はいつでも1ですかになるようにするには、ニュうをどうすればいいですかっていうこと、気になりますね。で、ここは、これは整数のキャラクターリスティッククラスですから、ここは明らかに整数です。そるとここ πi ですから、えー、結局、ニュうが偶数だったら、これいつでも1ですね。そうすると、ニュうは偶数ですって結論になりそうなんですけども、えー、現実の測定とか見ますと、ニュうが 奇数の場合、も出ますで。奇数の場合、これ内部に見ると C1 の2乗ってですね、えー、奇数だったりするのでマイナス1になっちゃっておかしいじゃないかと思うんですけれども実は次のような理由で μ が偶数じゃなくて奇数でも OK になってます。なんでかっていうとこのようにはですね、電子ってあるんですけども電子っていうのは実はですね、スピン構造を必要とします。 だから我々の体って実はスピン構造を必要してまとしてましてスピン構造の内容の中には住めないんですけどもそうするとここの W4 っていうところにスピン構造の存在を要求していいとそうしますとですねスピン構造のある4次元対応体っていうのはあのインターセクションフォームがイーブンですから C1 の2乗をセキして必ずイーブンなんですねそうするとここがイーブンだから 2πi で必ずニューが勝手な整数の場合にここが1になるということで えー、ニューはこれで勝手な整数だったらいいですよということが分かりました。よろしいでしょうか。というわけでこういう議論はまあ今のような議論は80年代後半から知られていたんですが最後のファクター2がスピンコードから来るっていうのはまあ比較的最近認識されたらしくってまあ2000年ぐらいにまあみんな分かったのかなとみんな知って。 という感じです。でこの議論を最初にしたのが誰かっていうのはよく分かります。あの徐々にみんな分かったので、えー、1人の人に特定できないんですけれども、まあ、そういうことになってます。とにかくですねあの、物理的な実験でこうやって非常に整数がピシッと出るというのは驚きですけれども、こ,のこれがなぜで整数かっていうのが、あのちゃん、例えば、 T2 上の非知名なヒルベルト空間、地名なヒルベルト空間バンドルの,あの1次元部分バンドル取ってきたら、それのチャン類だからと C1 だから整数だとか、あとですねスピン構造が4次元多様体にあるからうんぬんで整数だとか、まあ、そういう理解になってるわけですけども、そういうのは実験的にこうやって見えてるっていうのはですねすごいことだと思うわけです。よろしいでしょうか。それ、ね でこのおしまいに2000年ぐらいの D ブレインと K セオリーという話をして前半のお話のおしまいとしたいのですがえこっちの方はですねあの、まあ、いろいろ数学の方でも紹介されたかと思いますが、まあ、大雑把な話をしますと急に話は変わります。で,で量子力学っていうのはさっき出てきましたけどあと一般相対論っていう重力の理論ですがその2つ合わせるのは長らくの大問題でして でストリングセオリー、まあ、原理論っていうのは、それを可能とする一つのフレームワークです。なんですけど、それやると、そのこの世って空間3次元で時間1次元なんですけど、ストリング理論をやりますと9、9たす1次元必要です。それを見た時点で、そんなアホかって思って、それは間違ってると思うのは当然の反応なんですけれども、まあでも、それが好きになってやっている私のような人もおります。で 原理論があのこの世と関係あるかどうかは別として、経理論とは関係とあるよという話をします。で、原理論にはタイプ 2a、タイプ 2b、タイプ1とかヘデオティックとかいろんなバージョンがあります。まあ、これ以上はないわけです。で、まあ、80年代に始まった理論ですが、えー、基本的に何かから始まったかというと、弦ですね、ひもが時間を動いている。 1たすので、まあ、1, 1次元的なものの理論として始まったんですがで,で基本的に時空には何が必要かっていうのはさっきも言いましたがスピン構造が要りますねスピン構造が要るだけじゃなくてあの、まあ、計量が必要かなっていう感じなんですがちょっと後で出てくるんですがスリーフォームが必要ですスリーフォーム H でそのピリオドが整数になるようなだからあの3次のコホモロジーの 整数コホモリののを定めるようななものがデータとしてて必要になってますそれが原理論の不思議なところですけど。で、ずっと,ずっとです、ね、原理論やってる人は、原の理論を研究してると思ってたんですけども、90年代半ばになって、95年にポルチンスキーという人が、実は D ブレーンというものがあるよということが分かりました。D ブレーンというのは1たす1次元的なものではなくて、9たす1次元の中になんか違う次元で広がっているものなんですね。 それを経理論と関係あるよって言ったのが、この、まあ、ミナシャン・ムーアっていうのはちょっと、ちょっとだけなんか外れたことを言ったんですが、その次の年にウィッテン先生がなんか言っ関係あるよって言ったと。まあ、そういう話です。で D、D ブレーンって何ですかってさっきも言いましたけど、軸全体は9たす1次元なんですね。その中に P たす1次元に広がっていって、 ものが D ブレインなんですけども、それはその上にさっきから言ってますが、まあ、ベクトルバンドル、このようになると1次元とは限らないんですが、まあ、勝手なベクトルバンドル E っていうのがついてくるということになってます。だから D ブレインっていうのは大体このサブマニフォールドとその上のベクトルバンドルと、まあ、あとは実はスピン C 構造がいるんですけど、スピン C 構造の合わせたようなものかなと思っていただければいいとうこういうのが必要だよと言うんですけども、勝手な P を考えていいわけではありません。 どういうことかと言いますと、皆、まあ、その後の数年の議論によって何が分かったかっていうと、えー、と P っていうのが D ブレンの広がりで、Q っていうのが時空の広がりなので、その差を取りまね、コディメンジョンですね、コディメンジョン D とすると、タイプ 2B はコディメンジョンが偶数0、2、4、6、8、10のところには D ブレンがあると。一方で、タイプ 2A 原っていうのは、コディメンジョンが1、3、5、7、9とか、奇数のところに D ブレンがあるということになってます。 タイプ1理論って変なやつがありまして、それはもっと不思議で、これが Z, z、Z2、Z2、0、Z、0、0、0、Z2 z, z、Z2 ってなってるということが発見されました。でここで Z とか Z2 ってどういうことかと言いますと、0っていうのは D ブレインないよっていうのでいいですね。なんですけど、Z2 っていうのはどういうことかというと、D ブレイン1個なら安定なんですね、その次元だと。でもう1個 D ブレイン持ってくると、2つくっついて消えちゃうと。そういうのを Z2 という。 だから D ブレーンたちがまあ,あれ、大雑把に群なしてると思ったら、その2つ持ってくると消えちゃうので Z2 になるよと。Z っていうのは、ブレーンとアンチブレーンっていう、1に相当するブレーンとマイナス1に相当するブレーンを取ってくると、足し算群、群作用で足し算して、消えて0になるということはできるんだけど、1と1取ってくると合わせて2になる、2と1を取ってくると3になるっていう状況になってるっていうのは Z ってことなんですね。 これはもちろんダイストポロジーをなさっている皆さんがパッと見て分かることで、これは K0 で、これは K1 で、これは KO だということになっているのがお分かりかと思います。で、さっきも言いましたように、だからこのコディメンジョン D っていうのを考えると、今で最初の方でトポロジカルストリートンをやりましたが、 一般にシグマっていうのは S3 の代わりにシグマっていうのが各点に生えてるとしますとソリトンは πd のシグマで分類されるわけですね。そうなんですけどタイプ 2b とかタイプ 2a とかタイプ1はあのそうじゃなくてその k0 の sd とか k1 の sd とか k0 の,の sd とで書けるっていうことがわかります。それさっきの表を書き換えるとこういうことになってまして。これを の D のシグマとと比較すすることができますね、まあ、だってこれって SD, SD の K0 っていうとそれって PiD、まあの K セオリーのクラシファイングスペースですからこれどういうことかっていうと原理論っていうのはあのなんか各点に K 理論のクラシファイングスペースが生えているような、まあ、そういうものであるということですので非常に原理論と K 理論には関係があるんだなということがここでわかるかと思います。 でもっと一般的にはですね、あのー、今、平らな9たす1次元の多様体を考えたんですけど、X にもっと一般の10次元多様体 X とか考えますと、D ブレンはそれぞれさっきの SD って書いたのを K0X とか K1X とかにしたものになることが知られています。で、先ほど最初に言いましたが、あの原理論っていうのは、時空には単にメトリックとかだけスピン構造だけじゃなくて、その3 デグリーさんのコホモロジーの整数係数コホモロジーの源が必要だって言いましたね。そうすると、それを与えたときにもーブレンって分類されるはずなんですけども、そういうなんかデグリーさんのもので、経理論がだから変形できるはずなんですね。そうすると、それはちょうどですね、えー、とツイスティッド形セオリーっていうのがありまして、あの ツイスティット K セオリのツイストはちょうどデグリーさんのものでできるということが知られてますので、ばっちり合うわけですで。物理の議論と合わせますと、確かにあのドナバン・カルービーがですね、1970年に導入してやったツイスティット K セオリっていうのがばっちり原理論のブレーンを説明するということが分かりました。これはまあやっぱ不思議なことで、そのドナバン・カルービーがなんで形セオリの変形にデグリーさんのコモロシを使ったのかっていう理由と、 関係はあるんですけどももともと原理論の研究であのこのデグリーさんのものがありますよっていうことが分かったのは全然違う話でしたので、まあ、こうそれがここに至って2000年に至ってなんか不思議に関係があると、まあ、いうことになったわけです。でこの辺に関してましてはゴミさんのお書きになった日本語のレビューが素晴らしいレビューがあの岩波のから出ている数学界のやつに出て ありますので、これをクリックしていただければ、あとで資料の URL を送りますので、これをクリックしていただければ読めるということです。ですので、そこに書いてあるので、言わなくてもいいような気がするんですが、1個だけ実例を話その原理論とのもうちょっと深い関わりを申し上げて、前半のおしまいにしたいんですが、例えばどういうことが分かるかといいますと、原理論を指定するのは、 空間 X とそれの上のデグリーさんのコホモロジーの源 H というのはペアなんですけども、原理論というのは不思議でして、その古典的には全く異なる X と H というペアと、X'H' のペアを取ってくると、その違う原理論をこことここで考えると、と実は一致してしまうということが起きます。例えば、タイプ 2B という原理論を XH で考えると、のと、タイプ 2A で X'H' で考えるというのが、実は同じにならないといけないよとか、その逆とかが言えたりするんですね。 でそうすると、さっきから D ブレーンの分類は経理論で出なされると言いましたので、もし XH っていうペアと X'H' っていうペアが T デュアルっていうんですが、T デュアルだとすると、えーね、K0 の X と K1 の X' でそれぞれデグリー3のクラスの H と H' でツイステしたやついうのは同じになるはずで、逆に K1 と K0 もあの同じにならない,な,んないといけないよということですね。 で、この D ブレインが経理論と関係あるというのは、理解される以前から物理家は D ブレイン研究してましたので、たくさんの、ね、TDR のペアって知られてるわけです。そうすると、いろいろ知られてる TDR のペアについて、この,セオリーのツイステ t e d k セオリーがなんか1だけずれると、は周期2なんですよその半分ずれるというのは。 ある成り立っているはずで、それは何でなんだろう本当になり立っているのかなとチェックする気になりますね。はい、で特にそのコメントですが、あとミラーシンメトリーという言葉を数学ではよく聞くかと思いますが、その場合は、えっと、H と H プライマ両方0で、X と X プライマが異なる場合のことを、T、あの普通ミラーシンメトリーと呼ぶと思っておいてくださればいいかと思います。それはコメントですが。 でじゃあ、ちょっと話を戻して、だから、この不思議な、推していと形成よりの間の関係はどうなってるのって思うわけですけど、もっと具体例で一番簡単なケースでは、X が B の上の S1 バンドとしますね。そうすると、それのファーストチャンクラスはなんかその B の2次の整数コモジーの、ロ文字の源で指定されるわけです。この時に、X で H の方を0にしたっていうやつの T デュアルは何が起こるかっていうと、その S1 バンドルのひじめさを 解消しして B かけるる単なるな S1 バンドルにしますその代わりに元の非じめだったバンドル構造を H の方に押し付けますしで。それを C で、これデグリー2だからデグリー1のものを提供しないといけませんけど、まあ、ちょうど H1、S1 のですね、S1 の H1 が Z ですから、それのジェネレーターセーターで取ってきて、それのカップ席取ってくると。 いうこ,となすね、この2つが TDR だということは、まあ、大昔から80年代から知られてましてそうもしこれが本当だったですからこれが TDR ということだとはその X の通常の経理論とこういう S1 バンドルのツイスティと形成よりでツイストがこの c カップスイーターで与えられるというのは一致しないといけませんねで実際にこれがチェックできますよというのが知られています これを最初にやった、まあ、ちゃんとあんまり数学的に完全にちゃんとやってないんですが、バウ,バウクネヒト、イブスリン、マタイというのがありまして、まあ、その後、ゴミス先生を含めいろんな方がちゃんと証明したというようなものがあります。ちょうどこの2003年というのは、私が陰性修士をやっていた頃でして、 でだからこ,この論文が出る前ぐらいにですね、これ示したら論文書けるよねとか思って、あの同僚と議論していてですね、もちろん当時、まあ、今のですけど、大イストポジ分かってないので、証明はもちろんできませんで、この人たちにやられてしまって、ああと思ってがっかりした記憶が生々しくありますが、まあ、そういうような感じなですあ。それで時間になってしまった。えー、ここはじゃあちょっと飛ばしまして。 というわけで、えー、と今で大体2000年を過ぎて2003年ぐらいまで来ましたが、だから2003年ぐらいまでどんなふうな大数トポロジーが使,使われましたかという話でして、まず、えー、と具体的なホモトピー群がいろいろトポロジカルソリトンというのの分類に使われましたよというのをいたしました。その次に、えー、と整数係数、あ整数量子ホール効果というのに、まあ、チャーンクラスが使われるとかチャーンサイモンズインバリアントとか使いますよと、まあ、そういう話をいたしまして、 それで D ブレインは経理論で分類されますよという話をいたしました。はい、というわけで、前半はここまでです。どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。どうも。えっと、それでは、ただいまの講演につきまして、えっと、質問あるいはコメントがある方は、えっと、各自でミュートを外してもらって、えっと、発言の方をお願いします。質問よろしいでしょうか。 東大の佐野と申します、はいえっと、先ほど出てきたあの三次コホモロジーの H というのは、はい、何か名前がついているのかというのとあとなんかどういったものなのかというものをもし雰囲気がわかようなご説明があればお願いしますえっとですね三次コホモロジーの H は不思議なことにあの物理では B 場と呼ばれていますそれは非常におかしいんですけど <laughs> えっとあの一次のコホモロジー、えっと、まずラインバンドル のコネクションはまあトリビアルだったらワンフォームなんですけどそれは物理で A って書くんですね。はい、で,で,でワイ、ワインバンドルのコネクションのカーベチャのことを物理ではなぜか F って書くんですが、でその次に、はい、そのコホモロジー、三次のコホモロジーになのだからなんですか D、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 エクストリアディリバティブを取ると H になるようなもののことがの方の B の方が先に。 原理論で発見されてそれは A の次だから B って書いたので,でだから B 場って呼ばれて物理は原理論やは,は B 場って呼ぶんですが、はい、で現実にはございませんだからあの原理論をやると必ず B 場って出てくるんですけどこの世にはないのでだから原理論でこの世を説明しようとするとなんとかあの消さないといけないものになってまあ だから、原理論でと、このよう本当にちゃんとつなげようという人にとっては困ったものです。でもうちょっと数学的に申しますと、えー、っと物理的に必要なものは、あの整数係数のコーモロジークラスだけとかですと、あんまりまあ物理できませんで、あのさっきもから何度も出てきていますが、えー、U1 バンドルでコネクションがついていますと、 そ,のそれのチャーンクラス C1、ね、は整数係数コホモロジークラスを定めて、でそれが大体電波なわけですけれども、そのえーまあ、だからディファレンシャルコホモロジーとかをご存知でしたら、そのデグリーさんのホモロジークラスだけじゃなくて、それが出てくるようなもっと微分幾何的なものが背後にあって、それが H 場になっております、えーそ。そういう説明しかできま,す、ねはい、すません。その B B 波ととのの関係というのは何でしたっけ ね、B 場っていうのはジ、ジャーブとか言う物理、数学でジャーブとか言われるかもしれませんが、B 場と H 場の関係は、えーと、コネクションの場合で言うとコネク、コネクションとカーベチャーみたいな関係。あなるほど単にそれだけで,で、物理のコンベンションでブ、B 場の方すませんコネクションの方を B 場って呼んで、あのカーベチャーの方を H と書くというふうに決まっておりますので、なんかややこしいのですが、はい、すみません。 なるほどあそれとさっき消さないといけないっておっしゃってたのは何かその障害類的なものだと思えるっていうことですかいやいや障害類的なものというよりはこの世には U1 バンドルあるんですねそれで U1 バンドルの上にコネクションがあってコネクション A, A っていうのがあってそれを量子化したものが光なわけですでそこの光がその多分 佐野さんのパソコンから今まさに出てですね目に入って私の顔の映像が見えてるんだと思うんですけどもその原理論がもしこのよう記述してるとしますと同様にさっき言った H が DB であるような B がありますよね B を量子化したやつもいっぱいこの辺飛んじゃうわけですでもそんなものは実験で見つかってないのであったら困るということになりましてだからなんとかしてその原理論ではあるんだけどこの世には飛んでないものを そのどうやって消すかとかいう、あのないことにするかとかいうことを考えないといけません。そういう物理、このような物理をちゃん実際に原理論で見つけようとすると問題が生じるという、そういうことになっています。はい、ありがとうございます。あ、いえ、どうもすみません。えっと、その他えっと、質問あるいはコメントありましたら、お願いします。あ、ちょっと質問していいですかどうぞ。 いや山下です本当に全然分かってないので基本的なことを聞くんですけどさっきのケースよりあじゃあなかった D、えっと、ブレインの話で、えっとはい、X はその10次元多応体に対応するものなんですよね。ターゲットん、えー、そ,うですそうです。一般には10次元より低くてもよくってこ、はい、の場合はその足りない分だけ R の。 なんですかだから x が d 次元だったら r の 10-d とかかけていただいてでて議論するというのはまあ原理論では普通ですけどはい。 それで、えっと、さっきのあの D ブレン自体の D 次元のやつの上にベクトル速があるという設定だったんですよね。ああ、そうです、そうです。えっ、えと、いや、だから、あの聞きたいのは、なんであのディグリー、けだから、ベクトル速って K0 なわけじゃないですか。ああ、そうです、そうです。それは、あの、軸にプッシュフォーワードしてディグリーが変わってるみたいなことなんですかあ,あそうですか。あの それはです、ね、私が1ページ時間がないから飛ばしたところにまさに書いてあってですねえー、っとせっかくですので見せますとその80年代にですね K ホモロジーの幾何学的な実現っていうのがあのあのバウムダグラスでありましてでこれはどうやってさっきまでは K のホモロジーの方言ってたんですけど K ホモロジーの方でしてそれはどうやって書けるかっていうと MD あじゃあない X の KDOFX っどう書けるかというと X の部分体と MD で 部分体と言ってよくないですね。MD から X へのマップ考えて、さらに MD 上のベクトルバンド、バーチャルベクトルバンドと考えるわけですけども、はい、でこれが K ホモルジーのちゃんとモデルになるっていうことになってるわけで、すけどこれがこっちの方がデーブレンと思うべきです、はい。で、さっきから言ってる K, いい K ホモルジーの方が、これのポアンカレデュアルなんだと思っていただければよくって。はい、ええは。はい。というか、えー、かでも別に、あの そしたら何でも多様体持ってきたら同型になるわけじゃないですよね。ええ、同型になりますか同型にはならない。えっ、ー、とだから D ブレインの分類っていうのがどうなだから時空 X の中の D ブレインの分類は何ですかっていうことなんですけどもそれは K ホモロジーの K0 の X と K1 の X とかなんですね。はい、一方で、えー、と勝手な次元の D ブレインに相当するのはこうやってバウムンド・ダグラスのジオメトリック K ホモロジーの原度で作れるんですけど。 はい、そのだから K d その K ホモロジーから K コホモロジーにどうやって変え,どうやって変えるかということが必要でしてそこはそのタイプ 2A かタイプ 2B かタイプ1かとかいうのに応じてその全体の時空にそもそもあるなんですかねあのファンダメンタルクラスが違うのでそれによって許されるブレーンが変わってくるというか,もなんかそんな感じになってるんですけど。うん あなるほど。あえー、っと、ああ、なるほど。えー、っと、わかりました。だからさっき言っていた、その X あじゃなかった、なんか、あの M ってやつにベクトルバンドルが乗ってるっていうもの自体の分類ではなくて、えー、そうなんですそ。それからなんか変換したものを考えてるとこといや、だから、えだから、からそっちが、はい。そうです。だから大体、X のサブマニフォールドの上にベクトルバンドルが乗ってるやつの分類っていうのが、大体、うん、大体、さっきの、そのホモ、コホモロジーになる。 リアルを取ったら、結構、ホームルジーになっているみたいな、うん、そんな感じになっています。はい。なるほど。ありがとうございます。いえいえ。えっと、その他、えーっと、何か質問あるいはコメントありますでしょうかすみません、質問してよろしいでしょうかあ、どうぞ。あの、すみません、南ですけど、どうもうんうん、うん。はい、どうもありがとうございます。<laughs> えっとですねあの、まあ、素人の質問で申し訳ないんですけども、えどうぞ。あの えっと整数ホール効果について、はい。まあそそまああそっから出発していろんなまあ今後の進展とかなんかなんかそんな話もあまあされておられましたけど、ええなんかえ<っ>じ実際あの実験ではなんか整数でとどまらず分数ホール効果が起こってるっていうようなはいはい。れでえそれもございます。えそ,それに対してこういうの話は一般化できるんでえ。えこういう話も一般化できるのですけれども、あの後半で ちょっと出てきますが、その整数量子ホール効果というのは特に簡単な場合でして、はいあのと、ギャップなんですか、電気が流れない状況でもいろんなものがありまして、はい、の電気が流れないような物質というのを考えた場合にその、一番最低エネルギー状態というのを考えて、それがマルティプリシティがいくつかということを考える必要があります。はい、ハミルトニアンの ローエストアイゲンバリューを考えて、それのアイゲンステートがいくつあるかっていうのを考えるんですけども、その整数量子ホール効果っていうのは、それがいつでも1個になってます。これが後半出てきて重要になるインバーチブル性っていうやつで、インバーチブルだったらさっきの理由でインテジャーになるんですけども、そのインバーチブルじゃなくて、最低エネルギー状態が、最低固有値が縮小していることを許すと、さっきの議論が実は使えなくなります。どこが使えなくなるかっていうと、 えーと戻る全然説明せずに勝手に通過したのですが、その分配関数ですね、システムっいうのは分配関数を決めるんですけど、これが可逆な U1 の値であると仮定したら、整数になっちゃうんですけども、うん、あの分数量子効果とかですと、ここが可、ね、逆な値とか限らず0とかになったりします。うんえー ですので、重要な過程を説明せずにここにつぎ込んだというですね、まあ、物理屋にありがちなよく笑わからないことを<あ>したというわけです、はいあ。すみません、じゃあ,ついであの、次に整数法効果のあたりで、ですねあの、はい、そのあたりは、なんですかあの、微細構造定数っていう、あそうですね、はい、あのそれは、ま、あのあの全く物理的な定数はなくて、数学の話になるわけ。えとですね、微細構造定数は それは、そうですね数、数学の話ですかね。それはど、なんか理解できるわけでしょうか。すみません、ちょっと。それは、それはちょっとまた全然別の問題でして、はい、それは理解できないと思いますね。どうもありがとうございま。少なくとも今までは理解されてない。はい、だから、アピアがなくなる直前になんか分かったとか言って、はいはい、いろんなところで演説投稿したんだけど、誰も何を言ってるか分からなかったというので。はい えー、た確かにそっちも無次元量なんですけど、あれは整数じゃない無次元量でして、それは理由は分かっていません、はいあ。どうもありがとうございましたそのほか、えっと、質問、あるいはコメントありますでしょうか。 よろししいでしょうかすみません、ええー、っっととあ9代のお伝ええっと大の伝え、えっと、もう一人の世話人なんですけど、あども今回の、おもしろい話、どうもありがとうございます。はい、えどうもありがとうございます。えっと、あの TDR についてお伺いしたいんですけれども、はい、どうぞえっと、なんかその X0 の場合で、X がそのえっとラインバンドの全空間の場合はという話があったんですが、そうですね、はい。はいえっと一般にはなんかどの程度分かっているんでしょうか、例えば与えられた XH に対して、その T d r があるかどうかとか、どう作るかとか。 えっとですね、一般に S1 バンドルの場合は、その,の S1 バンドルの,の,あのチャンクラスの方を H の方に押し付けるっていうことができることが知られてまして、だから、えー、とこのも論文においてもすでに2つの S1 バンドルのペアでいや、同じベース上の X と X プライムで、そのこっちの C がこ,ここに現れて、こっちの C が チャンクラスがここに現れるっていう感じで、だからジオメトリックなデータを H に押し付けて、こっちの H のデータをジオメトリックに押し付けるとかいう感じにもっと対両側を対照的にすることができます。はい、そ,れがそれはすでにですね、あの興味があればあのゴミさんの,あのレビューに書いてありますので <laughs>、ご覧になればあ,あれと思います。ただ、もっと難しいケースは一度たくさん知られてまして、そのこの スラライドを作っっっててい,いと思ったんですがミラーシーメトリーってありますよねでその場合は、なんか代数機関の人たちがこのカラビアとあのカラビアはミラーシンメトリックですよっていうことを言ってでそうするとそれの上のんですか深谷県となんかコヒーレントシーフのデライブドカテゴリーは一致するとか言うんですけどもそれの経群取ったやつがこいつらになってるはずなので、うん、だからその代数機関の人たちが言ってるミラーペアを取ってきてそれの経群だけひ計算して それもツイストの必要もないのでその時に1個ずれて軽軍が合ってるってことを確認すべきだと思いますけどもそれ実際論文あるのかと言われると僕探したんですがちょっと見当たらないからもしかするとやってないのかそれとも専門プロのプロにはやったことに当然やったことになってるのかよくわからないんですが、うん、ですから大数期間のお友達がいらっしゃったらちょっと何か1個教えてって言って <laughs> 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 やっていただけると何かあ,あるかもしれません。はい ありがとうございます。えっと、ほか、よろしいでしょうか。はい。えー、っと、それではどうもありがとうございました。はい、どうも。えっと、それでは、えっと、後半の、えっと、講演ですけれども。 えっと、40分かからとかではい、いわかりましたでは、えっと、後半の、えっと、特別公演は、えっと、3時40分から始めたいと思います。